はい、皆さんこんにちは。今日もサブシステンスやっていきたいと思います。前回ですね、最後の最後の方でハンターに攻められてきましたので、まずは修理からいきましょう。おー、やばいね。ここめちゃくちゃ、壊されてますね。恐ろしい。ここの壁もちょっとやばい。ドアはまだ大丈夫かな。天井が結構壊されるんですよね。天井どうやって攻撃してんだろう。さあ、こちらの方は、まあ、板1枚打ち付ければ大丈夫かな。ドアもちょっと壊れてる。鉄製のものは板があれば一発で300回復ですからね。かなり、嬉しい限りです。よし。ここも大丈夫。とりあえずは、ここかな。よいしょ。あとは、ここもまあまあ大丈夫。ここは新しく付けました。で、ここも大丈夫そうですね。天井が少し壊れてる。あ、ここがすごい壊れてるな。何をされてるんだろう。そっち側からハンター来てるのかな。さあ、ここもちょっと壊されてますね。ここの階段があるからかわかりませんが、めちゃくちゃ後ろから攻撃されますね。できたらちょっとここは一旦使うのはやめて、他を使いましょうか。ちょっと一回バラしましょうかね。で、まずは必要なものから作っていくと。ここがあるので、こっち側ですね。屋根をつけていかないといけない。まあ、屋根つける必要があるのかもちょっとわかりませんが。あ、やばいな。ここもですね、直していきましょう。で、現在、屋根が何足りないんだ。ここ1列足りないのと、まあ、こちら側も足りていませんね。ということで、木材を集めて、まあ、パーツを作らないといけないというのと、2階にも壁ですね。窓をついた壁を作って、少し2階から迎撃できるようにしていきたいと思います。あ、天井の方も壊されてますね。よいしょ、何を投げられてんだ、一体。あ、天井も直さないといけない。木材が結構必要ですね。よし、これで大体直ったかな。そして、周りだけは一応囲んだ感じなので、まあ、よしとしましょう。いろいろなものがですね、まだ、移動されていませんが、まあ、こちらのは徐々に移動していきたいと思います。さあ、これとかもどこに置いとこう。もうこっち側置いとけばいいかな。こう、窓ありませんからね。置いておきましょう。ストーブの方もちょっと邪魔だな。窓がないところに運んでおきましょう。鉄ですからね、ここ。よいしょ。冷蔵庫の横に置いておきます。さあ、掘削機ちょっと見ていこう。これまだ開くことすらしてませんでしたね。オンにすると 0.5 か。0.5 だと結構きついな。資源を採掘するためには、まず地面を掘ろうということで、地面掘っていくところですね。よし、電気の方は少し、必要だす。どうしよう。あれですね。発電機つけて外に出ましょうか。あー、結構大変なことになりましたね。よいしょ。これでアイテムの方は良しとして、食べ物系がないんですね。人参を全部食べよう。さあ、これは壊されてない。OK。人参が取れる。3つ食べてしまいましょう。食べると。これで OK。綿。あとはまだ育って。でませんね。これとりあえずこれは2階で育てていきましょう。さあ、お肉の方ができ次第ですね、案件に行きたいと思います。まあ、さすがに連続では来ないと思いたいですが、まずは木材が全然足りませんので、木材系を集める感じですね。前回も木材集めてたんだけどな。あ、そうだそうだ。あと、オーバードライブしてこないと、オーバードライブじゃないや。発電機かけてこないと冷蔵庫止まってしまいますね。あ、ここの階段も、やばい。さあ、エネルギーは入ってますので、オーバードライブはいい。オンにしてだけ行きましょう。これでプラス1ですね。マイナス 6.5 の大丈夫。よし、これでしばらくは大丈夫でしょう。さあ、資源を取りに行くと。
正面は狼さんか。でっかい木を取りたいところなんですけどね。なかなか厳しい。さあ、このまま北側、南か。南に向かって進んで、雪山付近からまたいろいろな場所行きましょうかね。よし、ここのスペースなら大きいの行けるかな。まだ吠えてもいませんし、大丈夫ですね。いやー、参ったな。あ、そっか、あと銃の弾。銃の弾を込めないとダメだな。リロードしておきましょう。よいしょ、まずライフルからだな。あと、クマさんいるのか。厄介だな。ショットガンの方も、弾を入れていきましょう。よし、箱はないかな。できたら釘も欲しいですね。よいしょ、釘を取っていかないと。釘を切っていく。そして、そこから釘ですね。採掘、草木の方が、なんだろう、地面掘り終われば、何が取れるのかが楽しみですが、まあ、鉄、銅、何か、そういうような鉱石取れるといいですね。よいしょ。さあ、どうだ？紐ばっかりあるな。紐じゃなくて、箱、そう、こういう箱が欲しいんですよね。よいしょ。さあ、OK。よいしょ。どんどん取っていきましょう。木がほんと必要ですね。あと、木が溜まってきたら途中ででもいいので、少し板の方に加工していきましょうか。木をずっと切って歩いてるんですけど、クーガーさん拠点みたいな、クーガーさんがよくいた場所に来てますが、クーガーさんいなくなってますね。現在6月かな？ 6 月ですので、冬か春しかひょっとしたらいないのかもしれませんね。もうちょっと危ない。クマさんいるな。箱欲しいんだけどな。クマさんいるのでちょっと無理ですね。水飲んでるのかな。さあ、クマさん歩いてくれないと箱は取れない。現在ですね、木材60、板は10作っています。まあ、箱もちょこちょこしかありませんので、そんなにいっぱい茎とかは集まっていませんが、まあ、資源上々に集めていっているので、問題はないかな。もうしばらくですね、キノコは集めて、また板に変えつつですね、行きたいと思います。しっかりと拠点を早めにですね、作ってしまいたいですね。あんまり箱はありませんでしたが、まあ、戻ってこれましたね。よいしょ。まずは、こちらの方の階段をちょっと直しておきましょうかね。階段壊されると登れなくなってしまいますからね。よいしょ。まだ、あれか。発電機の方はついていると思う。電気の方は、結構増えてますね。ちょっと増やしすぎました。さあ、採掘機の方はどうなってんだろう。採掘機の方は、なんか、地面を掘ろうということで、なんかこのメーター出てますね。このメーターが何かがよくわかりませんが、まあ、とりあえずはこのまんまでいい感じかな。よし、それではちょっとアイテムの方を分けていきましょうか。板がとりあえず20できました。木材の方も結構集まりましたね。いらないものを置いていきましょう。イチゴとか落ちてたので、とりあえず取ってきましたが、おっと、なんだ、なんか壊れた？なんか壊れたのか、なんかの音がしたぞ。あ、これかな？採掘のところが出てきた。あ、選べるのか。どうか、なんだろう、これは。鉄かな？カリウム、水ということで。まあ、ちょっと鉄が欲しいので、鉄取っていきましょう。あ、パチンって音がしたので、ちょっとびっくりしましたね。よしよし。あとは木材を入れておかないといけないんですけど、まあ、いいか。まずはお肉を食べよう。よいしょ、切って、取って、食べると。そろそろ電気系もちょっと増やしたいところではありますが、全然追いついてませんね。よいしょ。あとはブルーベリーとか昆布は入れておきましょう。紐は作るとして、何があればいいんだ？まず、釘ですね。釘も結構少ない。そして板、そして縄ですね。縄はこんだけあると。で、天井をとりあえず作っていかないといけないので、天井を作っていきましょうか。天井を何個だ？ 1、2、3、4、
ここが何マスだろう、1234マスか。ここ3マスは埋めれた。あとここですね、ここも必要。あと2つは必要かな、結構必要だ。さあ、これだけでは足りないことが分かりましたので、もうちょっと板作っていきましょうかね。よいしょ。さあ、これで今板ができた6番かな、6番ですね、入れていきましょう。あ、そして奥に箱が湧いてますね。箱湧いてるので箱取っていこう。これぐらいの高さは落ちれる？よいしょ、大丈夫そうか。あ、屋根ができるまでしっかりと箱など見つけたら取っていきたい。救急のマークがついてますね。よし、包帯。包帯と釘。釘がめちゃくちゃ役に立つな。これでとりあえず上に行かないといけないんだな。以前作った半分だけの高さの壁があったんですけど、それずっと箱の中で眠ってたんですが、一応こちら野菜を守るために置いてみました。まあ、あんまり効果あるかどうか分かりませんけどね。よいしょ。さあ、これであとは1枚ここ貼れば。よし、ひとまず上の屋根はいい感じでできてきたぞ。壁の方がなんかちょっとずれてるな。土台がずれてるんですかね。さあ、奥入れるか。ここですね。入れたいのはここ。よし。OK。後ろの方どうしようかな。壁とか階段ちょっとせっかく作ったんですけど、こちらは壊してしまいましょうか。なんかここがあるので、あれ、ハンターがこっから登ろうとしてるのかな。それかわかりませんが、水の中からとりあえず攻撃されますので、こちらの方はちょっと取り壊ししましょう。まあ、魚ちょっとね、拠点から作れなくなるのは残念ですが、仕方ありません。ここも伸ばしたのあるけど、しまったな。こんなんなら壁あんまり作らなくてよかった。あ、そうだ。上に持っていけばよかったんだ。いろいろとちょっと失敗していますが、まあいいか。とりあえず拠点を作りましょう。どうしようかな。ここは普通の壁でいいかな。こっちの方が普通の壁でいいですね。で、ここの角は、後ろ窓とかつけていきましょうか。まだまだ壁を作らないといけないので、足りませんね。さあ、採掘機の方はどうなったかな。土台もこれは仕方ない。一旦消すか。ここはもういいと。石からは登ってこないでしょう。ここ壁作って、なんとかしましょうか。窓を作っておきましょう。窓を作ると。さあ、これができたら後ろ入れておくと。屋根の方は、まあ、あと1枚か2枚必要な程度ですね。ドア。そうか、ドアか。これ、ドア枠とかはどうやって外すんだろう。外せるんですかね。よいしょ。できたら、ここ、ドアじゃなくてもいい気がするな。ドア枠いけた。ドア枠いけますね。ドアを後ろにつけよう。あ、そうするとドア、この状態になるんだ。さあ、こちらの方も移動させておきましょう。よし、これでハンター横から攻めてきてもなんとかなるな。よし、さあ、窓もできましたね。窓から入れていこう。さあ、こんな感じでいいでしょう。あとは、やばい、真っ暗だな。真っ暗ですが、階段の後ろの方に、1枚入れましょう。あ、これやばいな。階段入れちゃダメなのか、これ。階段入れちゃダメなやつですね。ああ、しまったな。これ入れることによって、階段が入れなくなりました。まあ、一旦ここにつけておきましょう。よし。さあ、しまった。肉焼いてたのめっちゃ忘れてましたね。まあ仕方ない。焦げでも食べていきましょうか。いやー、まあいったな。さあ、ということで、今日は拠点の補修と、ちょっと、完全体に近い状態にはできました。掘削機の方もちょっと最後見ていきましょうか。掘削機の方も、あ、この時間結構時間かかったなと思ったんですが、ね、一つ取れてますね。あんまり、そうだね。あんまりこれに期待はできませんね。電気も消費ありますからね。できたら、まあ余裕があればこちらの方、
あ、無理だ。水晶とかも見たことないし、アップグレードもできませんね。掘削機はちょっと微妙なので、また考えていきたいと思います。まあ、次回もまた資源集めるのと木材集めてですね、上に早めに壁の方を作っていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。